人間の上の半魔家の本家の貴族の半魔岩尾先生です。大事なことがちょっと考えつき、大事なことが思い出しました。人間と私とはね、大きく差が違うんですね。私は地球が生まれる前に SF でいうスターゲートで出てくる石棺という生き返る装置を地球が生まれる前に発明しまして、宇宙戦争で、負けて石棺も潰されて生き返ることができなくて、死んで今の地球と太陽を育てて、今の人間の体から生まれ変わって成長しているという上の人間の上の生物なんですね。これが本物の貴族なんですけども、地球では一番古い生物なんですよ。で、全部偽物が多い、偽物しかいないですけども、貴族というのはね、私以外はね、まず体が違いますよね。だんだん成長するによって違います。で、人間の能力は一人で全部持ってます。子供の時は勉強ばっかりですが、徐々に、医学博士だろうと、工学博士だろうと、農学博士だろうとね、全部私は卒業していっておりますけども、人間の学校は卒業してませんよね。原始的でね、言うなればさ、映画では有名な猿の惑星っていうのがございましたけれども、それ以上に私と人間との差があります。猿みたい、人間というのは猿みたいなもの以上遅れてましてね。で、一つね、大事なことが出てきたんですね。つまり、人間たちにね、仕切られた時ですね、私が若い時、生きるためには何か仕事しないと、人間の中から仕事しないと食っていけなかったわけですね。で、現在は最小限だけども一生食っていけるお金が、都合する力ができたもんですからね、最低限ですけどね。で、人間と私の差ですね、これが大きくあります。というのは、例えば人間がね、僕に、テレビのゲームをやってて、やる仕事でいいから時給1億円出すよとね、ゲームで遊ぶ仕事を私にくれたとしますね、1億円ね。やりませんね、そんな。私の仕事と高度だから、そういうことやってると体が死んできますね。時給1億円も出してくれるんですよ、ゲームやってね。本当だったら人間たちだったら喜んじゃいますね。遊んでて、時給1億円出してくれるって、ゲームで遊んでてね。何時間でもしてもいいよって言ってね。それで、好きなだけゲームやって時給1億円出すからなんて言ったら、みんな人間だったら誰でもやりますでしょ。上の生物、私の場合は安くてできません。時給1億円。実際の私のやる仕事っていうのはもっと高いんですね。1兆円以上なんですよ。1兆円出したってやんない。かもしれないですよ、人間が。私ね、上の生物なんでね、人間の言うことの、こんなね、内容の仕事って言ったって、ゲームをやって1時間1兆円出してくると、お金出してくるって言ったって、やんないですよ。人間だったらやりますでしょ、どんなことだって。1億円出し、時給1億円でね、ゲームやってて遊んでてお金出すよって言ったら、みんなやりますよね。これが大きな私と人間との知能の差なんですね。自分の、全然人間っていうのはバクテリアみたいなのがもっとひどいんですよ。頭悪いんですよ。で、今の技術、宇宙ロケットとか、全部人間が作ってるけども、前に説明してますけど、1ミリしかないんですよ、学問って。私たちの生物はね、1キロメートルも高いんですよ。
まあ1ミリでも非常にここの人間たちと一緒にいるとね、すごいロケット開発とかコンピューターとか自分たち作っててすごいように思うでしょ。ただ宇宙生物から見たらたった1ミリなんですよ。で、私たちまだもやられて殺されたんでね、学問とあと人間たちがいるんで上勉強すると危ないんで勉強できませんけど、なかなかできないんですね。よっぽど防御力つけていかないとね。そういうことでね、1キロメートルも差があるんですよ。高いんですよ。今の人間たちの技術はたった1ミリなんですよね。で、そういうバクテリミアみたいな人間たちの頭の脳の悪さのこと、内容を聞いたって、人間たちには時給1億円って言ったら最高だと思うんだけど、我々の場合は時給1億円どころじゃ、1秒1億円とか1兆円ですよ。それ以上ですからね、時給が。我々の仕事っていうのは、上の生物の仕事の時給って知らないでしょう。で、それでね、今まで若い時規制されてたからね、生きるために大変だったわけですよ。人間たちの妨害がね、避けられなくて、若くて成長してなくて、来年還暦ですけど、それまでね、人間たちにやられてましたからね、生活するのも大変だったんですよ。だから人間たちの仕事に入んないとできなかったんだけども、最小限仕事ができるようになね、それちゃんと自分のやりたいことの仕事、大事な仕事、真面目な仕事、ちゃんとした仕事って自分でやった方が仕事がもっとできるんですよ。で、人間がね、好意的にゲームやってていいから、テレビでね、1時間時給1億円出すって言ったってね、私やりません。生活が抑えられてない、抑えられてるけども、それね、妨害とかしてるけども、なんとかね、自分でね、人間たちの妨害から最小限の生活がもう一生できるような感じでしょ、力がついたんでね。で、あるから自分で仕事した方が時給は高いんですよ。内容は高いんですよ。お金だけじゃないですからね。ね。人間たちだったらゲーム1時間1億円出すって誰でもやりますわ、こんなの。そういう私と人間、私の場合はやんないです。自分で仕事した方がもっと高いですから、報酬が。人間ね、人間と僕の差は、人間たちにもあるでしょう、そりゃ。ね。労働がひどすぎて、いくら体が壊れるから、お金が高くたって割は合わないからってできないよというのがある。それと同じね。死ぬかもしんないから、これ危ないからね。ね。例えば、カニを取りにね、台風の中に出てカニ取るっていうのは非常に、月1億円ぐらい、1億円じゃないけど何千万も稼げるからって言ってね、仕事ない人たちね、やる人もいるし、死ぬことあるから時給いいからって言って仕事やんない人いるでしょ。これは利口だからいいんですよ。それは危険だからやんない方がいいです。安くたって、ね、自分の方はね、やってる方が生きる道としては価値高いという人は、それは価値高いんですよね。私の場合のレベルは、人間たち死ぬ、テレビ見てゲーム、一般的には死ぬことはないで、ほら、テレビでゲームしてて、時給1億円出したらみんなやりますよ、人間。私にとってはそれと同じなんですよ。ね。時給1億円出すからって、ゲームやってて遊んでての仕事でいいよって言ったって。1億円くれたってやんないですよ。生活が仕切られてなければ。今現在も一生最小限だけど食ってゲルムんですからね。ね。で、バイナルオプションスペシャリストの FX でもね、人間が妨害されなきゃ無限にお金も稼げるしね、今現在ね。妨害だけですよ。いくらでも株だろうと投資して、人工知能が、で、プログラムが、前から、いくらでも無限に稼げるんですよ、現在はね。妨害だけなんですよ。核爆弾を落とすぞとお前のとこ。そうやってるんで、ね、その防御で仕事してるわけだけども、そういうレベルだから、時給1億円出すってゲームやっててね、絶対お金出しません、やりませんしよ、そんなのは。ただ、
人間たちはやります、誰でもどんな億万長者でもね。それだけ僕と人間たちと違います、大きく。ね、それだけ全然違うというのは、それだけの大差がありますということをね、ちょっと人間たちに教えないといけないね。ね、でまあ大事なんでね、半負けの本物貴族の君が要は岩尾となりてっていう、岩尾という名前の本人ね、父もじいさんも同じ名前作っておりますけど、本物の貴族です、ね、世界はみんな偽物だけですよ、作っても貴族ってのはね、貴族ってのは私しかいません、地球ではね。で、人間じゃありません。昔は王であったんですけど、王の身分というのは部下使ったりして生きづらいと、あと団体使って生物生きるのは嫌なんで、コンピューター、自分の部下は全部コンピューターロボットになっちゃってるね。人間よりが進んでますけど、全然知能はね、桁外れて全部、あと石棺という生き返る装置のもっと進んだものは開発して作ってまして、昔はね、やられまして殺されて、今人間から戻してますけど、石棺も破壊されてね、宇宙戦争で。で、地球と太陽を育てて、そこに宇宙からの資源からいろんなね、物質から生物が生まれるようにして、私がまた生き返るための場所を築いたと。で、今現在、地球では一番住んでるという人間の体から生まれ変わって成長してるわけですね。元はだから今は人間なんですよ。からちょっともう進んできたんで変わっちゃいましたけども、人間の王として、ね、王っていうのはもういなくなっちゃったんです。そういうのはもう独立しちゃったんですよ。ね、会社の社長とかね、重役名誉会長とかね、なってもこう下が邪魔だって、自分で仕事をする方が得になっちゃったんです。だから全部やめちゃうんですよ、独立しちゃって。ね、働くのをただで働かせられるようにしちゃったのね。ロボットコンピュータ人間よりか働くんで、頭もいいし、自由に働くし、ねね、自分自身で、ね、生産しますし、ね、何度もやってくれるからね、ロボットね。で、効率いい、給料も安くて、全然なくて働く、ね、もう全部そうなっちゃったのね。だから食料作る生産なんかも、ね、全部ロボットが作るから、ね、でロボットが食事出してくれる、全部、ね、だそうなっちゃったんです、昔も大昔にね。で、昔そういうの気づいてやられちゃいました、宇宙戦争でね。調子乗りすぎたわけじゃないんですけどね、その時の学問と1キロメートルも技術持ったんですよ。今の人間の技術って1ミリなんで、1ミリの高さしかないのに1キロメートルもあって殺されちゃったんですよ、私はやられちゃったんですよ。で、今の 1ミリの人間の技術っていうのは、宇宙ロケットとか科学とかコンピューター全部人間が作ってるんですよ。今のすごいように見えるけども、1ミリなんですよ、たった。ね。だから、ただ1ミリでも危ないですよ、めちゃめちゃにも。ね。私がまだ生まれてる時だから、まだ、やられてね、子供の時ですから、まだ私は今現在ね。ね。で、人間と違うのは、時給1億円出したらみんな働くけども、私はそんな時間ないって、自分で仕事してない、ゲームでテレビで遊んでっていいって、生活式倒されてないからね。そういう時は、生活がね、自分で動ける最小限の資金がない時はしょうがないですけどね、人間界で生きてるからね。そういう大きな差があります。そんなことが出てきたんで、ちょっと記録取りました。